するしない。どうも、日向彩子です。今日は今後についてのお話と、スタッフの方からいろんな質問があるみたいなのでお答えしていこうと思います。1ヶ月経って、いろんな方におめでとうっていうお言葉をいただいて、少しずつ実感が湧いてきたかなぐらい。あとはお仕事で、あの予定表にあの M リーグだったり渋谷アベマツっていうワードでお仕事が埋まっていくので、ちょっと実感していくって感じですね。アベマタワーズ渋谷のに行ったんですけど、ああいう大きい建物に入るのってなんか緊張するなって思って、で契約の時はいや、なんかもうその内容をちゃんと聞かなきゃっていうので必死で、なんか後からあんまりこうあれがこうだったっていうのが正直覚えてないぐらい、なんかちょっと落ち着いてなかったのかもしれないです。でもその後にすぐにこう衣装の試着とかがあって、あ、女性って選べるんだと思った服を、ここら辺かな。契約はもう結構すぐに、すんなり1時間も経たなかったですね。すぐに終わりました。ですね、インスタグラムではもう書いたんですけど、するしないのコンテンツはこのまま継続します。安心してください、続きます。しかも日向のっていうところも取らずして、そのまま YouTube 活動ができるということで、こう何でしょう、かなり寛大に受け入れてくださって、基本的に今までと変わらず活動を続けます。前日に梶本さんのお店で麻雀大会があって、そこで久々に麻雀牌を触って、ちょっとなんかもうトンプ戦だったんですけど、ドキドキしてとか言って打ってたんですけど、最強戦の日は久々だけど、もうほんと負けたくないし勝たなきゃって思っていって、1回目で負けて、なんかもう正直もううわーって、うわーもううわーなんだこれって思ったんですけど、いい復帰戦だなというか、ちゃんとまた現場に戻ってこれそうだなとは思えたんで、それはすごいありがたかったかなと思って、あんなに上がれないもんかねと思いながら帰りました。インタビューみたいなのと、あとオートレースのお仕事入ってて、私全然わかんないんですけど、大丈夫ですかって聞いたら大丈夫ですって来て、本当ですかって本当ですって言うんですけど、いかんせん何が本当に大丈夫なのか全然わからない。とりあえずこの人注目した方がいいよっていうのだけ教えてもらって、この人はどんな選手ですかってボートレースの選手のお名前聞いたら、その麻雀もボートレースも分かる人が、あ、この人は麻雀界でいう土田幸翔ですみたいな説明をいただいて、あ、やばいですねみたいな感じで学んでます。いや、正直大変ですね。まだ赤ちゃんがもうすぐ4ヶ月なので、やっぱり手がかかるし、夜の授乳もあるし、家族は協力的なので自分の時間ももちろんあるんですけど、やっぱりこう一日休まる日はない。でお仕事行って帰ってきたらやっぱり赤ちゃんってなると、すぐになんか体調崩しますよね、私が。なんですけど、なんかそれ以上に自分のためだけに頑張るって結構難しいので、なんか大事な人とか赤ちゃん家族のために頑張れると思うと、昔より早起きできるし、掃除も頑張れるし、お仕事も弱音吐かなくなったし、トータルして考えたらいいことの方が多いかな、大人になったなと思います。
無事に契約も完了しまして M リーガーとして渋谷アベマズの一員として活動することになりました。これからさらにいろんなところで皆さんの目に映ることもあると思いますが、麻雀の勉強もしっかりして子育てもちゃんと一人前の女の子になるように頑張って、私自身も成長できるように、もういろいろ大変な中ですけど、皆さんの応援あってこその日向太鼓なので、これからも見守っていただけたら幸いです。どうぞこれからもよろしくお願いします。